人間はですね、見たいものを見たいように見るという言葉がありますけれども、僕もあるんですよね。前にコンビニに行った時、店員さんがここに名札をしてたんですよね。小田切さんっていう人がこういうね名札してたんですけど、僕めちゃめちゃお腹減ってたんで、これがおにぎりに見えちゃったんですよね。まあ、こんな風に、お腹が減ってたからなんですけど、見たいようにものを見てしまうというような人間の、心理の錯覚というのがあるんです。これを踏まえた上でね、皆さんにちょっとお聞きしたいんですけども、これです。バッタ、バッタって本当にいるんですか？バッタって本当にいるんですか？皆さん当然、それはいるよ、そこら辺にいるもんって思うでしょ。でもこれを聞いた今、僕言いましたよね、人は物を見たいように見る、バッタって本当にいるんですか。これを聞いて皆さん、もしかしてちょっとあれ、バッタって本当にいるのかなって思ったと思うんですよ。これによって今皆さんの常識が上書きされました。じゃあ見てみましょう。僕が証明します、バッタは本当にいるのか。近くのね、小学生の虫取りをしてたんで、ちょっと一匹もらってきたんですけども、これです。バッタの正体これなんですよ。これ何か分かります？ペットボトルの蓋なんですよ。どういうことかというと、1960年代に飲み物の容器としてペットボトルがガーッと日本中に普及しました。これはいいことなんですけども、それと同時に環境破壊ですよね。ペットボトルの蓋はあちこちに捨てられてしまいました。それを見た皆さんがですね、ああもうゴミだらけになってしまったと。もしこのゴミ、このペットボトルの蓋が何か生き物だったらいいのになっていう思いが集まって、それが人間の視覚に作用してたんですね。みんながこのペットボトル生物だと思い込んだ。それがどんどん広がっていって、今のバッタというものが生まれた。これが真相なんですよね。なので、まだよく見てみてください。バッタいませんので。